の、決勝終わりました。最終的に5番手でレースを終えました。まあ、正直本当に厳しいレースで、まあ、僕たち燃料リストリクターがもう今回からかかってたんですけど、なんか一人で走る分にはね、すごいペースも良さそうで、車の調子も良かったんですけど、本当集団の中に入るともう燃料リストリクターかなり効いて、レースの展開かなり難しい状況でした。まあ、僕前半担当したんですけど、まあ、まずタイヤのウォームアップちょっと苦労したのと、まあ、本当にちょっとレースの展開うまくいかないといけなくて、まあ、かなり苦戦したんですけど、まあ、その後ナオキさんに代わって、まあ、ナオキさんにプレッシャーをもらって、5番手でチェックことができたんで、まあ年率入ってる組ではトップでしたし、まあ、シリーズを考えても、いいポイントの追加だと思うので、まあ、次戦無事も、ね、まあ、ちょっとウエイトも結構乗ってきてかなり厳しいレースになると思うんですけど、着実にポイントを取れるように頑張っていきたいと思います。次戦もよろしくお願いします。